今回の動画は虹プロジェクトシーズン2第5話と第6話の感想、そして11月16日放送のデイデイの感想について語っていきたいと思います。虹プロジェクト応援している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 YouTube の動画ってどんな視聴者さんが見てくださってるか、こうデータ上で分かるようになってるんですけれども、虹プロジェクトはうちのお茶会 TV のいつもの動画よりは割とこう若い方、10代の方とか20代の方が見てくださってるっていうのがデータで分かっていて、すごいね、いろんな層の方が見てくださって本当にありがたいなと思ってるんですけど、虹プロジェクトの動画、特にチャンネル登録してない方が見てくださっていることが多くて、もちろんチャンネル登録ねしてくださってる方も見ていただいてるんですけれども、未登録の割合が結構ね多くてですね、はい、なので皆さんぜひぜひよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。お茶会 TV だんだんと8000人が近づいてきておりまして、まあまだちょっとありますけどね、はい、ひとまず8000人目指しております。そして1万人、はい、アリーナクラスを目指しておりますので、ぜひぜひまだねチャンネル登録してないよという方、虹プロジェクト応援してるよという方、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい、最近ですね、私お茶会 TV の視聴者さん、茶葉さんというお名前がついているんですけれども、茶葉の方に何人かお会いする機会がありまして、はい、ライブに行きましたので、はい、すごいね、皆さん優しくてですね、もう本当にありがたいですね。詳しい感想はライブ配信の方でお話したいなと思うんですけど、本当にね、アイドルの皆さんがよくファンの、ね、方からエネルギーいただくとかって話するじゃないですか。なんかもう全然規模違いますけど、私も何人かお会いしただけで、あ、こういうことなんだなって思いましたね。なんかいつも見てますとかって言われると、ああ頑張ろうって思いましたし、なんかやっぱり再生回数伸びなかったりとか、あまり高評価つかなかったりすると結構やっぱ落ち込むんですよね。ああ、なんか私うまく喋れなかったかなとか、動画面白くなかったかなとかって考えたり落ち込んだりするんですけど、でもそれでもまあそういう風にね、見てくださる方とか感想とかコメント皆さんからいただくことで本当に力になっていて、仕事しながら YouTube 続けると結構大変ではあるんですけど、皆さんのおかげで、はい、頑張ることができています。この場を借りてお礼をお伝えしたいなと思います。ありがとうございます。はい、ということで今回は虹プロジェクトちょっと2話分一気にまとめて感想をお伝えしたいなと思います。はい、まずは第5話の方ですね。はい、チーム審査のケン君チームとトモヤ君チームの感想は、まあ、デイデイの感想でいろいろもう先に語らせていただいたんですけれども、マフールの方ではね、またこう見れないところが見れましたね。はい、まずはケン君チームの方ですね。はい、ケン君チームはケン君がブレスレット作ってみんなにあげてたのがすごいね可愛かったですよね。で、マフールだとフルサイズでパフォーマンス見れましたけれども、やっぱねフルサイズで見ると本当に揃ってましたね。デイデイでももちろんね、揃ってるなーっていう感じでしたけど、やっぱこう、ちゃんとしっかり見ると、揃い具合がわかるなっていう感じでした。で、JY パークさんもね、統一性が最高レベルだって評価していましたし、綺麗にピシッと揃ってましたね。で、ケン君が、まあ、すごい成長してきてるわけじゃないですか。で、東京合宿の頃の自分の動画を見て、あ、もう全然踊れてなかったけど、あれからねすごい変われたから自分はもっともっと伸びるんじゃないかと思うみたいな話をしてたじゃないですか。で、東京合宿の映像がちらっと映りましたけど、あ、こんなだったんだっていうね、多分ダンス審査の映像かなね、ちらっと映って、あ、本当だ、今と全然違うと思って、すごいですよね、成長の幅が。で、まあ、壮大くんのね、歌の評価のところはデイデイでもありましたけど、次こそはなんか壮大くんの歌爆発してほしいなぁと、すごいね、待ってます、私は。多分 JY パークさんもそこをね、期待してるんですよね。はい。なので、こう結構こう、厳しめ評価に基本的にはなってるのかなぁとは思うんですけど、まあ、実力あるからだろうなというふうに思ってはいます。はい。続いて、ともやくんチーム。もう、まあ、ともやくんチームの方も、フルサイズで見ると、やっぱり何度も言いますけど、大人数のグループのパフォーマンスを少人数でやるってやっぱ大変よねって、ワナワン11人なんで思いましたね。私11人のワナワンの映像も死ぬほど見てるのでその記憶があるので、やっぱりこう忙しいよねって思いましたね。で、トモヤくんはやっぱりとにかく隙がないですよね。今のところなんかこう期待を超えなかったことないじゃないですか。
ね、あの期待通りにピシッとパフォーマンスするか、もしくは期待以上に、ね、あの良いパフォーマンスするかなので、まあ、こんなにこうずっとずっと、ね、オーディション番組中いいパフォーマンスし続けるっていうのも大変だよなって思うんですけど、まあ、なんかこうシーズン1で言ったらやっぱまこちゃんみたいな感じなのかなと思ったりしてます。はい、あので私は大学のねラップが結構好きでしたね。かっこよかったなっていうのと、あとショーンくんはやっぱダンスのキレが増しましたよね。はい、でまあ統一性がまあ足りないという J.Y.Park さんのご指摘でしたけれども、やっぱフルサイズで見ても私はそんなに分かんなかったですけどね。やっぱプロの目で見るとそういう細かいところが揃っていなかったということで、まあ下手じゃないことを目標にしないで上手になることを目標にしてくださいとおっしゃってましたね。私の動画もそれを目指して行きたいなって思いながら聞いてました。はい。で、まあ、ケン君チームの勝利ということで、個人順位の発表がありましたね。はい。1位は春くん、2位ともやくん、3位ゆうひくん、4位ゆうくん、5位ケン君、6位せいたくん、7位ゆうきくん、8位えいじくん、9位そうだいくん、10位みらくくん、11位たいがくん、12位ショーンくんと。いう結果になりました。この順位を聞いた時の私の最初の印象は、あ、やっぱ JYP 練習生が強いんだなっていう感じの印象を受けました。やっぱまあトップ3がね JYP 練習生だったっていうのもあって、でまあそこにこう食い込むユウくんとかケンくんとかっていう感じなのかなっていう印象ですね。まあ見てる皆さんは、私もそうですけど、まあ、ミラクくんがね、最下位にならないようにと思いながら見ていたんですが、良かったですね。まあ、10位だから、まあ、いい順位ではないのかもしれないんですけど、最下位じゃなくて、ああ、良かったって、ちょっと、ほっとしましたね。まあ、ほっとしますけど、なんだろう、順位が出るときってやっぱ複雑ですよね。まあでも上位陣は結構硬いのかなっていうのと、個人的にはエイジ君結構推してるので、エイジ君上がってきてほしいなって思ったりもしてますね。でもまだまだね変わる可能性はまあ大いにあるとは思うので、まだここでは何とも言えないところはありますかね。まあ上位の方はねもうほぼほぼデビュー確定なのかなと思ったりはしますけど、続いて第6話の方は運動会でしたね。体育大会ということで、あのやっぱりサバ版に体育大会運動会はもうつきものですよね。つきものっていうか、あの大好物です私はだからそういうのがないとこうずっとピリピリしてるとね、あ、まあニジプロはそこまでね、あの Mnet のサバ版とかに比べたらピリピリしてないですけど、でもやっぱそういうホッとする時間ってあるといいよねって思いますよね。はい。で商品牛肉でしたけど、もう絶対よねみたいな韓国のそういうこうなんていうんですか、バラエティアイドルとかが出るバラエティでこういうのやると大体牛肉ね商品ですよね。足押し合いゲームとかあれめっちゃきつくないって思いましたあ、マットがなんかずれたりしてちょっとやりにくそうと思っちゃいましたけど、あれきついですね。あれちょっとねアラフォーには無理ですね。もう若者しかできないやつだなと思いましたが、象の鼻ぐるぐる立ち幅跳びがあったと思うんですけど、エイジ君ってフィジカルこうすごいいいじゃないですか。結構こう体格もいいっていうか肩幅とかも広いし、あの J.Y.Park さんにフィジカルめっちゃ褒められてたっていうのもあったので、私のイメージはなんか運動めっちゃできそうって勝手に思ってたんですよ。なんですけど全然飛べないっていうところがもうめっちゃいいって思いましたいいっていう、まあ、飛べてもかっこいいってなるんですけど、あんなこう硬派な感じで全然飛べないっていうのがなんかギャップがあっていいなって思いましたね。はい。でゆうくん、あの飛び方がめちゃくちゃ綺麗でかっこよかったですし、あのショーンくんはこういう時もやっぱスター性あるなって思いましたね。ジャンプすごかったですね。はい。で私的にはこの運動会でやっぱ注目なのはせいたくんでしたね。はい。あの足ひれつけても恐ろしく速いとか、あの健康サンダルももう全然平気みたいな大活躍だったじゃないですか。なんかねせいたくんいいキャラクターだなと思ってよかったですよね。あの手を使わずにねズボン上げるやつもありましたけど、ちゃんとねゆうきくんがあのズボン上げる先輩のショーンくんのやり方を踏襲してるのが素晴らしいなと思いましたし、はい、なんか、ね、平和ですごいいいなと思いましたね。あの J.Y.Park さんがフットサルにも来ておりましたけれども、あの J.Y.Park さんはやっぱいつでも本気なんだなと思ってフットサルもなんかすごいガチでしたよね。さすがだなと思いながら見てました。はい。
今週のデイデイの方はチームバトルの方がスタートいたしました。はい、チームは3チームですね。はるくん、ゆうくん、けんくん、せいたくん、そしてともやくん、ゆうきくん、みらくくん、しょんくん、そしてゆうひくん、えいじくん、そうだいくん、たいがくんということで、まあ、あの意図がいろいろあってね、あのチーム分けしているのかなと思いますけど、なんかパッと見はお結構実力どうなの、上位陣固まってたりしないのどうなのってちょっと思ったりもしましたが、まあなんかきっと曲とかいろいろこういうところを見たいとか、あの J-Park さんの意図があるんだろうなという感じですかね。はい、でなんと1位になったチームはメンバー全員がキューブもらえて、ファイナルミッションにも自動的に進めるということで、でさらに2位と3位になったチームからは脱落者が出ることがあると出ることがあるなんですよ。出るじゃなくて、どういうことで、その何人とかも言ってないから、2位でも出る可能性あるし、3位でも出る可能性があるっていうことですよね。だからもう、まあ一応ルールということですけど、まあ、あのやり方によってはもうどうにでもなるよっていう感じのルールだなと思いましたが、はい、だからどれぐらい脱落者が出るのかもわからないし、2位のチームから出るのか、3位のチームから出るのか、まあ、両方から出るのかとかも、その辺もわからないということで、とにかくファイナルに行くには1位にならないといけないっていうことですね。で、春チームのパフォーマンスが、デイデイでは放送されました。ハートビートですね。ハートビートといえば、もうニジプロで皆さん見ましたよね。ニジプロといえばハートビートみたいな、そんなイメージは私の中であるんですけど、はい。いや、ステージちょっとやばかったですね。すごかったですね。もうね、デビューするんじゃないでしょうか、この4人は。と思いました、私は。はい。まあ、上位陣でもありますからね。あの、J.Y.Park さんも口あんぐり開けてたじゃないですか。オーディション番組のステージじゃないみたいって言ってましたけど、まあ、普通に本当デビューグループのステージみたいでしたよね。私的には、なんか、せいたくんが特に覚醒してたなっていう感じがしました。あの、スタートした瞬間、あ、やばいって思いましたね。で、せいたくんってすごい上位なわけではないんですけど、なんかね、だんだん、なんかじわじわ来てるなっていう感じがしていて、サバ版的にはいい感じの登り方してるなっていう気はしますね。まあ他のサバ版とかだとね、最初注目されすぎちゃうと後でこうちょっとなかなかっていう時があったりしますけど、だんだんと注目されるっていうか、だんだんと上がってくるパターンって、あのデビューメンバーに入る可能性高いパターンだなって思ってますね。はい。でもまあ、はるくん、ゆうくんはね、もうちょっと確定かなって思っちゃうぐらいのパフォーマンスでしたね。はい。ソケンくんの最後の方のダンスブレイクめっちゃやばかったですね。なんかソケンくん割とこう歌のイメージがあったので、まあそれは前回のね、審査がこう歌メインの曲だったっていうのもあるんですけど、ダンスやばいねと思って、まあだからダンスうまいメンバーの中で、またさらにぐんと伸びたんでしょうね。すごいですよね。いやー、ちょっともうこのチームしかまだ見てないですけど、1位の可能性高いんじゃないって思っちゃいますけどね。はい。まあ、まだ2チームありますから、はい。期待したいなと思うんですけど、なんかちょっと次回、脱落みたいな感じの予告になってましたね。どうなんでしょうか。はい。あの、ちょっと心配な感じではありますけれども、割とニジプロずっとね、平和にやってきたので、ちょっと脱落あるとしんどいなと思ってはいるんですけれども、引き続き、お茶会 TV、あの、ニジプロジェクトシーズン2、応援して、いきます。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして私てるてるツイッターも、TikTok も始めましたので、ぜひぜひそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。そしてお茶会 TV のグッズショップもオープンしておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただけると嬉しいです。